目の準備に行きます。ミャンマー仕様です。ミャンマー仕様、こちらもミャンマー仕様。よろしくお願いします。じゃあ最初に、まあ、去年やった人もいますけど、船の漕ぎ方をここでちょっとレクチャーして、それから海に出ていく。はい、じゃあこれ、船を漕ぐ道具でパドルと言います。持ち方なんですけど、真ん中、引き目があると思うんです。真ん中をこうやってパドルに乗せてください。ここを持って船を前に運んできてください。引きずっても大丈夫。足を中に入れます。片足入れて、はい、取っていただければ。はい。はい、でパドルを前の人に渡します。これいいよな。もうちょっと。船を。
崎島を出港します。